こんにちは、速稼塾の久保です。花龍馬さん、私はね、信じるってことが究極の思考停止だと思います。そしてこの思考停止にはいいものと悪いものがあるんですよ。よく言われる思考停止ってのは悪いものです。でも私の言う思考停止ってのはポジティブなものもあるっていうことですよね。例えば私はですね、アフィリエイトでトッププレイヤーになりました。それこそ全国ナンバーファイブに入る期間が18ヶ月連続でありました。で、各 ASP ではですね、まあ星3つとかね、ブラックランク、トリプル A とか様々なものをいただいて、商品とか賞金とかね、表彰とかあったんですけども、まあ表の世界にはなかなか知られることはないですね。で、この時私はね、思考停止して、とにかくサイトを1万個作りましたね。1万4000個ですけども、結果思考停止です。もうね、これ本当に大丈夫かなとか、このままやっていいのかな、方向性は合ってるのか、この広告でいいのか、ね、そういうこと考えずに、ただ作業を、まあ1万までは何も考えずにやろうかな、ブワーですよ、1万個。そうすると先ほど申し上げたような結果になりました。多分ね、今はこの量産だけではもう通用しないと思うんですが、2013年から2015年はこれが通用してたんじゃないかなと思います。当時おそらくね、1000個ぐらい作ったらなんかこれ完全収益化できんじゃないのみたいな噂はあったんですよ。根拠のない噂。じゃあ私は昔から思うんですけども、思考停止するときはだいたい10倍なんですよ。空手の稽古で、だいたいね、身長180センチの男性の顔面に蹴りを入れるつもりで練習するときっていうのは、3メートル、地上3メートルにぶら下げたボールにハイキックをするのを練習するんですよ。地上3メートルなんてそんな人間いないでしょ。でも3メートルを目指して、足は届かないけどもそこを目指して稽古するから、180センチの男が現れた時に顔面にクリーンヒットができるんだっていうふうに教わってたんですよ。まあ、ですんで到底届かないだろうっていうところにね、こう、まあ、目標を置くって感じですね。だから1000個サイトを作ったらそれが自動販売機化するよみたいな、まあ、無責任な噂に対しても、じゃあ10倍やってみようかと、1万個とりあえず目指してみるか、1000個が一括りだから、これを10回、これをやってみようと思ったわけですよ。でそうするとですね、だいたい最初の400個ぐらいで収益が上がり始めて、1000個超えた頃には月収が100万超えたということですね。あとはバナーを張り替えてることができなくなっちゃったんで、途中からこんなに数あったら、ですんでバナーを張り替えるんじゃなくて新しいのを作るみたいな感じで、ね、進んでいったわけですよね。そうするとまあ1000個で一括りだったんですけども、14個私にはね、括りがメモができまして、あ、1万4000個超えたんだなっていうところですよね。で、まあ18ヶ月完了して、完了っていうかね、私ちょっと投資家になりたかったんで、アフィリエイトっていうものの手間を一切捨てて、報酬を一切捨てて、きっぱりとその道を捨ててね、 FX の世界に入っていったのが2017年ということですね。ちなみに FX 最初の1年は1回も勝てなかったです、ね、負けないっていうかね、勝てなかったんで何も生まれてないです、何も学んでないです。で2年目に突入したと。多分1回も勝てずに1年間やって2年目に入れる人もなかなかいないと思うんですけどね。まあ思考停止ですよ、こういうふうに私の得意なのは、で話ちょっと戻しますね。信じることってのは思考停止、要するにあなたを信じていたのにっていうね、言葉、まさに責任転嫁なんですよ。こういう言葉があります。信用できる人はこの世の中にはいない、あなたが信じただけですよってことなんですよ。これ本当にね、短い文章ですけども、その通りだなと思って、信じてくださいって別に頼まれたわけではないんですよ。勝手にその人に乗っかってるんです、信じてるんですよ。信じてるってことはその人の目指す結果が訪れるというふうにもうね、確信しちゃったんですよ。確信してリスクエッジしないんですよ。で結果的にうまくいかないと、あなたを信じていたのにっていうふうに一生懸命責任転嫁するんですけども、言われた方はね、そんなこと頼みましたっけ、そもそも自分自身でも結果を疑わしいと思ってる、だからこそリスクエッジをたくさんしてるのに、あなたは何かリスクエッジしたんですか、信じるだけで何か生まれるんですか、 100% そうなるっていうふうな根拠があるんですか。そもそも 100% 絶対そうなるって思ってるのは人類の中であなただけですよみたいなね、話になっちゃうんですよね。だからね、信じる信じないっていう論争は私はね、基本的にないですね。ただ言葉としては信じるものは救われるとかね、使うことはありますけども、信じちゃったら終わりだなと思いますよね。で人っていうのは何を信じるかっていうと、人の言葉って書いてますよね。だから人の言葉を信じちゃうんですよ。
でも人の言葉を発してもそれが本心なのか状況によっては変わることなのか、昨日言ってきたことと今日言ったことが人っていうのは変わることもあります。当然情報によって状況によって変化するわけですから。じゃあ仮に信じたとしてもですね、その瞬間信じていても次の瞬間変わってる可能性があるんですよ。じゃあどうするんだそれをって感じですよね。しかも信じるに足りる人が間違えた決断をすることもあるんですよね。それはみんなあるでしょ、間違えることって。じゃあ同じような結果を受け入れるんですかって話になっちゃいます。まあいろいろと言いましたけども、だからね、私は信じるっていう言葉は言語としてはあるんでしょうけども、概念としては捨てた方がいいですね。信じるっていうのは何もいいことがないです。信じても宗教の道に進むんだったら信じた方がいいです。でもビジネスっていうのは全て現実論であって、結果が自分の思っていたものじゃない時も受け取らないといけないんですよね。しかもそういう時の方が多いわけですよ。10勝して9敗するんですよ。100戦して99敗するんですよ。もしかしたら100戦して200敗かもしれないですよ。200回負けるんですよ。一度で2回負けるみたいなこともあるんですよね。それはビジネスを志す者は当たり前に現実として受け止めなければなりませんし、ビジネスをしていない人でも人生ってものは負け試合も多いわけですよね。仮に考えてみてくださいよ。この動画を見てる人が一つの例で結婚っていうのを一つの勝利としてね、ここで仮定するならば、その一つの勝利に至るまでに何人と別れたんですか。そうするとですね、1回しか勝ってない、1回しか結婚してない、でも無数に恋人関係別れてきてるわけですよ。だからいくら負けても1回勝てば全部取り返しがつくってことも世の中にはあるんですよ。でビジネスも同じですね。一発当てるともうそれで全部帳消しになるような勝利があるわけですよね。それがだからビジネスや投資の面白いところなんですよ。ファーストリーディングの柳井社長も人生9敗1勝みたいなこと言ってたような気がします。1回しか勝ったことねえやみたいなね、その他全部負けだよみたいな。でも大抵の人は1回目の負けでもう全部負けになるんだっていうふうに思っちゃうんですよね。1回の借金でもうダメだと思っちゃうんですよ、まあ単純に比較はできませんけども、3000万以上の借金を、しかも金融機関じゃないところにしたね、借金を抱えて過ごしてきた私としたら、まあ、ちゃんちゃらおかしいですねとその程度の借金で目の前が暗くなるのはちゃんちゃらおかしいなと思います。ただ何に怯えるかみんな違いますので、笑ったりはしません。腹の中で思うだけですよ。それはそのぐらいに負けるなと思います。でもそんな私をですね、20億の借金に負けなかった山口会長はね、20億の借金があったのにまだね1億5000万ぐらい銀行から借りて商売してますからねすごいなと思いますよ。で結果11億の借金をね10年で今返してます。もうそれ以上返してると思いますけども、いやすごいなと思います。一勝すれば1回勝てば全部帳消しができるっていうのも、まあ、ビジネスとして面白いところだなと思いますよね。もちろんね、あと1回トライすれば帳消しにする勝利があったのに、その直前で勝負をやめる人います。だから何回目で勝利するのかが分かんないところがね、この不確定要素がドラマなんですよね、まあ私の場合はね、大した勝負は今までしてこなかったんですけども、ただやっぱり目の前が真っ暗になるような事態に巻き込まれた人、もしくは自分で起こしちゃった人いるんじゃないかなと思います。それも全てですね、信じた結果起きたことじゃないかなと思うんですよ。だから私はこう思います。信じるのをやめなさいということですね。いってらっしゃい。